砂漠に囲まれた名壇競馬場で今年も熱い戦いが火蓋を切ります。各国の砂の王者たちが国の威信を背負って挑むダート世界最強馬決定戦ドバイワールドカップ、頂点に立つのはどの馬か、まもなくスタートです。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。栄えルー鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。マーブルガー人気上位馬を脅かさんと不気味な雰囲気を醸し出しています。この馬を軽視することはできません。リトルカンパニー足毛の馬体はひときわ目を引きます。実力も十分な注目馬です。プレミアムコング前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。レッツゴーゴー、この馬の差し足の鋭さはまさに一級品と言っていいでしょう。直線で自慢の末足が炸裂するか。ウェディングチャンネル、こちらは今日の2番人気、人気は譲っても勝利を譲る気はありません。ラブハッピー G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。ネオクイック、サラブレッドらしい見事な影の馬体が G1 の大舞台でさらに映えます。マルターズプラウド前走で敗れはしましたが、まだ他にいられるような馬ではありません。ランボーザ直線で後位から抜け出す得意の勝ちパターンが今日も炸裂するか。ソングオブテンダント鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。レガシーオブストリーム続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走りますアルファメラクです。さあ一番人気馬の登場です。実力は誰もが認めるところ、勝ってファンの指示に応えたいところです。アイシーマーシャル前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。マックスカフェ G1 の大舞台、この馬はどんな走りを見せてくれるでしょうか。オーロラスマイル、さあいよいよファンファーレです。こちらドバイの名壇競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。アルファヘラクです。前に行きそうです。リトルカンパニー、それに続いています。さらにはアイシーマーシャル G12 勝、レガシーオブストリーム、その後ろ。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアルファヘラクです。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。もう一度先頭から、先手を取ったのはレッツゴーゴー、その隣にアルファヘラクです。ウェディングチャンネル、それに続いています。すぐ後ろにリトルカンパニー、その隣にネオクイック、その横にソングオブペンダント、アイシーマーシャル、すぐ後ろ内からはダムローザ、並んで G17 勝、オーロラスマイル、ラブハッピー、この馬もこのグループ。すぐ隣にマックスカフェ、サカエルー、後ろからになりました。プレミアムコング、そのうちに続いています。その隣にマーブルガール、しんがりからマルターズプライド、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭から、さあ先頭は依然として G1 馬レッツゴーゴー、まだ粘っています。ここで先頭が入れ替わりました。アルファヘラクです。レッツゴーゴー2番手に控えました。間を挟んでウェディングチャンネル、3番手サカエドゥ、これはいい位置につけています。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アルファヘラクです。先頭差はほとんどありません。2番手はレッツゴーゴー、残り 200m、 先頭はアイシーマーシャル、残り 100m、 アイシーマーシャル先頭、レオクイック追いすがります。アイシーマーシャル、アイシーマーシャル1着、2着にはどうやらレオクイック、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アイシーマーシャル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。